はいどうも、白滝です。ただいまの撮影時刻が3月16日水曜日になりまして、イベント更新がありました。イベントは1週間開催されるエージェントエース。まあ、そして、16日は世界が認めたイチローの日ということで、限定プレゼントがありました。そのプレゼントの内容が、1万6000ストック経験値。で、1万6000コインと、まあ、いつもは、イチローさんの背番号にちなんだ、まあ、5100ストック経験値と5100コインなんですけれども、まあ、今回イチローの日ということで、こういったプレゼントが発表されました。いや、これは嬉しい。まあ、コインがね、本当にプロスペース減りが早いので、まあ、コインもらえるのはかなり嬉しい。ということで、今回、登場したエージェントエースの攻略と解説、あとは、イチローさんの最新情報かな、まあ、これも発表されたということで、まあ、紹介していこうかなと思います。まあ、あとは、20日にグランドオープンの特番も決まったということで、まあ、グランドオープン楽しみだよという方、ぜひとも高評価の方と、まあ、あとはチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。お知らせの方に来まして、更新情報が2つ来ています。プロスピースチャンピオンシップ2021シーズン決勝大会連動イベント、応援大会の決勝バージョンが来ています。決勝進出予想で10エナジー、で優勝で25エナジーと、無課金、美課金勢にとっては、かなり嬉しいイベントになっているので、必ずね、この予想はやっていってください。19日土曜の13時59分までなので、必ずやっていってください。で、イベントエージェントエースが登場しました。今回これの攻略やっていきたいんですけれども、このお知らせで一番重要な部分が前回からの変更点。今回、変更点がないということで、イベントの攻略と解説やっていきましょう。イベント画面の方になるんですけれども、まずは報酬の方を見ていきましょう。報酬は合計オーダーポイント報酬、で累計チケット報酬があるんですけれども、オーダーポイント報酬の合計エナジー数が40エナジーになります。で他に重要な、アイテムとしては、A ランク限界突破コーチ、そして最終、S ランク確率 30% 契約書があるので、これはね必ず獲得していってください。で、15万ポイントは、後で話していくんですけれども、あるオーダーを組めば、簡単に、到達することができるので、それは後に解説していきます。で累計チケット、獲得報酬か、こちらのエナジー数は、合計で35エナジーありました。で重要なアイテムが900枚で獲得できる S ラン契約書になるんですけれども、それ以降1000枚で15エナジー獲得することができます。これに関してはそのイベント自然回復でやっていれば、間に合わないので、とりあえず自然回復でやってもらって、最終日前日に、この S ラン契約書、獲得できていない方は、そこはエナジーを割っていってください。この後グランドオープン、この契約書を持ち越して、グランドオープン後に引くと、最速でスピリッツ4000の選手を獲得することができるので、必ずこの S ラン契約書は、無課金、美課金勢は獲得してください。一番最後の報酬にランダムボックスがあります。内容を見るといつも通りの報酬になりまして、A ラン契約書、B ラン契約書、グランドオープンがあるんですけれども、このランダムボックスは走る必要は全くもってありません。A ラン契約書は必ず出るとも限らないですし、結構40枚集めるにも大変なんで、ランダムボックスは走る必要はありません。イベントの進め方になるんですけれども、第二にチケットを探す。で、試合をしてチケットを獲得。そのチケットを使って、選手を紹介してもらって、オーダーをね、強化していくんですけれども、無課金、美課金勢は必ず自走作をしてください。たまにこのね、特別試合が発生するんですけれども、これは必ずね、自走作をしていってください。チケットの獲得枚数が、変わります。で、活躍ゲージ量に応じてもそのチケットの枚数が変わってくるので、必ず無課金、美課金勢は自走作していってください。代理人チケットを獲得したら、すぐにチケットを使ってオーダーを強化していってください。で、選手のね、プラス値が横で見れるんですけれども、この選手を変えるときにオーダー構成ボーナスというものがあります。今現在は12球団構成、他にも同一球団オールイースト、オールウエスト、そういった、ボーナスがあるんですけれども、どこでやるべきなのか、これは12球団構成でやっていってください。12球団構成でも、15万ポイントの報酬かあれを獲得することができるので、12球団でやっていってもらえばなと思います。で、このエージェントエース、12球団でやるのは、そのあまり楽しくないという方は、イースト、ウエスト、または同一球団、純正のオーダー、そういったオーダーを組んで、そのエージェントエースの、報酬を獲得していってください。
FE の情報がかなり重要でして、エージェントエースには報酬以外にもミッションというものがあります。イベント内で試合を10勝で、イベント内の、選手の限界突破は合計5回使用で、あとはイベント内の、全ての選手を C ランク、B ランク、A ランク以上に使用、まあ、こういったミッションがあるんですけれども、このミッション、後半の部分も考えて、まあ、選手を補強していってください。で、この後半のミッションに関してはイベント説明のところに書かれていまして、こちら見てください。ミッション、ミッションは以下の前半の10ミッションをクリアすると、後半の11ミッションが追加されます。で、後半のミッションが、イベント内で試合を70勝で、次の条件がかなり難しくて、2021年ベスト9タイトルホルダーの S ランク選手が2名入ったイベントオーダーを組もう。で、9位 A 以上の S ランク選手、投手、2名入ったイベントオーダーを組もう。まあ、こういった条件付きのミッションがあるので、これを考えつつ、オーダーをね、組んでいってください。まあ、この前半のミッションをクリアすると、まあ、後半のミッションが追加。で、このイベントオーダーを組んで いれば、まあ、すぐにミッションをね、クリアすることができるので、まあ、必ずこの後半の、ミッションのオーダーか、まあ、条件か、まあ、これをクリアしつつ、オーダーを組んでいってください。まあ、これはかなり重要になってきます。イベントの攻略と解説に関しては以上になりまして、まあ、代理人チケットを探す。で、無課金、美課金勢は必ずね、自走車でやっていってください。で、その後、まあ、選手を獲得する。で、ここで気をつけるべきこととしては、まあ、後半のミッションを頭に入れて、まあ、9位型、9位 A の選手、ミート型、ミート S、ミート A の選手、まあ、そういったね、条件があるので、まあ、それを頭に入れつつ、オーダーを強化していってください。次の情報になるんですけれども、ニュース、そして一番下見てください。 K ポイント報酬が受け取れます。自分はこの K ポイントがやっとね500ポイント貯まったということで、まあ、S ラン契約書を受け取ることができます。まあ、この K ポイントの存在すら忘れている人もね多いと思うんですけれども、まあ、自分はその何やったかな、なんか忘れたけど、まあ、とりあえず K ポイントが370貯まっていて、まあ、それから2年間弱で K ポイント500貯まりました。まあ、ログインボーナスでしかその K ポイント獲得することができないんで、まあ、そのまだ溜まっていない方、まあ、あとはもうその全然溜まっていないという方もいると思うんですけれども、いや、やっと溜まりましたよこれ。で、この K ポイントに関しては、まあ、いつ受け取るのか、まあ、グランドオープン後に受け取ってもいいんですけれども、まあ、5月6月あたりにエース枠が追加されるので、まあ、その時にちょっと受け取っていこうかな。多分これも期限ないと思うんで、プレゼントボックスに入れば、まあ、期限は30日間、まあ、このままの状態であれば、まあ、いつでもその期限無期限なので、まあ、その5月6月に受け取ってエース枠狙っていこうかなと思います。そして最後の情報になりまして、プロスピ2021スイッチバージョンの方でイチローさんの能力が発表されました。まあ、画像がね貼ってあると思うんですけれども、まあ、イチローとで、その左のところ見てください。数字2000と書かれています。で、もう一つ左側に、まあ、全選手とでイチロー選手が2人います。このイチロー選手1994年バージョンと2000年バージョン、この2つが公開されました。まあ、1994年は、まあ、一番最初かな。まあ、プロは初めて、まあ、全試合出場で、2000年が、まあ、最終の年か、まあ、最終の年となるということで、まあ、この2つのバージョンが公開されたんですけれども、まあ、これは何かしらの伏線なのか、イチロー選手プロスペース、まあ、今年4月1日に追加で、この2000年バージョンが登場すると思うんですけれども、まあ、来年、1994年バージョンが登場します。まあ、こういった形でやってくるのか。ダルビッシュさんもそのセレクションダルビッシュさんが登場して、まあ来年出ないっていう、まあ噂だったんですけれども、まあその OB ダルビッシュ選手として登場、まあ、1年後にまた登場するっていうあれなのか、まあそれともまあどういったことを考えてるかコナミさんわからないんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、プロスピ2021スイッチバージョンで、まあ、2つの種類のイチローさん、まあ、2パターンのイチローさんが公開されました。で、能力は弾道中&これプロスペースと同じで、まあ、走塁盗塁渾身の決勝打、まあ、高速レーザー存在感アベレージ流し打ち片目打ち満塁男粘り打ち、まあ、もう下にも多分あると思うんですけれども、まあ、守備能力に関してと守備能力と、まあ、打撃能力に関してはほぼほぼプロスペースと同じかな。まあ、レフトが B、 センターが A、 ライトが S、まあ、ほぼプロスペースと同じ能力で登場しています。
はい、ということで3月16日イチローの日にイベント更新があったということで攻略と解説、まあ、そして K ポイントの存在で、最後にまあイチローさんの最新情報を紹介していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、よければチャンネル登録と、まあ、グランドオープン楽しみだという方はぜひとも高評価の方よろしくお願いします。ということで今回は以上。